張りをつけた方がいい。そうですね、ちゃんとね。そうだよね、あれテーマ入る前、テーマ入る前っていうか、今なんとなくエンディング、エンディングでしょ、うん、最後、最後とかだよね、あのジャーンプルデー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 のことですよ。そうなんで、そこだけ意識して練り張りつけていかないとね。俺もなんとなく分かるようにはおかず入れるんですよ。そこはちょっとあの意識していきましょう。やめで。わかりました。なんだっけ、3本がこうやって、3本がこうやってるはずなんだよ。俺手を上げるタイミングも書いてある、書いてある、ここで上げてってこれ、譜面に書いてある。まあまあいい、まあ、そこはね。あ、じゃあ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 行くの行くの。ちょっと待って待って。はい、いいですよ。吹いてくださいっていうことに尽きるんですけど、あ、でもなんか盛り上がってわーっていっちゃうから分かりづらいんでね、ずーっと盛り上がっちゃうんで、ね、下げる一回、なんかそういう方法ってあるの？
3本もだって飽きて終わる感じですもんね。その回しでもういいわって。やりきったやりきったって。ライブだといろんな場所があって、途中こう、なんかね、すごくこう抜けます、ピタッて抜ける時があって。それもかっこいいんだよね、やればね。確かに。ライブアンダーの時は確かにそう。息が違うのね。それはまあ、そうですね。あんまり余計なことするともう分かんなくなるから。お前行こう。熟成させていきましょう。